皆さんこんばんはラベンダーの岡田まりなと宮沢まりんですはいさて今日はですね田中さんが舞台稽古中ということで岡<お>、えー、まりんの二人でお送りしていきたいと思います、はい、じゃあまずはお知らせから、えー、私が全部言っちゃっていい、うん、えっとですね岡まりんは、えー、明日四月二十九日、えー、日曜日祝日に日比谷野外大音楽堂にて十五、えー、時開演で なんと、ガールズバンドイベント、なおんのやを、2018に出演させていただきます。まあ、本当に、あの、大御所の方から、まあ、こう、まあ、私たちみたいなね、こう。<laughs> なんていうの、<laughs> なんて表現したらいいんだろう。<laughs> なんか、まあ、世代を超えて、こう、いろんなジャンルの方が出る。 ライブでですね、うん、もう私は小柳ゆきさんに会えるのがめっちゃ楽しみ、お<ー>やばい大好きで、確かにね、そう、もう本当に大御所の方と私たちのあのコラボレーションなんかもありますので、え、うん、ぜひこちら来ていただきたいです。えそして台湾ライブがえ5月5日土曜日渋谷ラッシュにてえあります。開演19時からです。えそしてですね5月11日にはえ下北沢おとくらにてえ単独ライブを久しぶりにやりたいと思います。まあこれはあの先を飲みながら皆さんとお話ししながら。 ゆったりライブ聴いていただくという感じなので、うん、まあぜひ。 こうなんかファンクラブ限定だだったんだよね今まではそうだねそう今回はあの一般の方も来れるようにちょっと、えー、してありますので、うん、ぜひぜひこちら遊びに来てくださいぜひぜひえそして田中さんのお知らせもじゃあ私から、えー、舞台「信長の野望大使春の陣」ということでこちらお一役で田中玲奈さん出演いたします2018年5月17日水曜日から27日日曜日まで渋、えー、劇にて行いますのでこちらもぜひ皆さん行ってみてくださいそれではラブオン今夜も再 最後まで聞いてくださいねまずはリスナーの方からのメッセージを紹介したいと思いますはい、えー。ラジオネームプロちゃんさんから頂きましたラベンダーの皆さんこんばんはこんばんはマリン先生に質問ですお 前のラブオンでラベンダーメンバーで唯一マリン先生だけが花粉症にかかっていると話していましたが自分も花粉症なので本当に辛いです、ね、最近では花粉症予防のための注射があるみみたたいです、えー、注射、うん、去年初めててて受けてみて効果があったみたいで、えー、そんなに症状が出なかったので今年も受けてみたのですが、えー、若干症状はやはり出ました。 特に目がひどかったです。うんうん、えー、なかなか花粉症患者にとって一番の最適な花粉症予防が見つかりません。うん、マリン先生は毎年花粉症をどうやってしのいでいますかということです。いやー、どうすか。もう薬飲むしかないよな。薬飲んでなるべくこう外出するときは完全防備で行くとか、うん。<laughs> あ、そんなやってんだ。うん、そんな感じだね。結構薬は病院でもらうの。 えっとねなんかもう病院に行くのもおっくりになってねアレグラとか <laughs> あ<ー> <laughs> そういう、うんね、のを好きなやつでしのいでたんだけど、うん、まあね頑張ったねあ<ー>そうもう終わったもう終わったもう終わったマジかね私さ最近になって逆に目がかゆいんだけど何だと思うええー？ヒノキ なんか岡田釣りとか行くからよくわかんない植物のとこ行くからえなんかさっきあたやかよくてさ朝起きてもなんか目開かないなみたいな多分ね特殊な植物のとこ行っちゃったんじゃないってないと思うけどそうなんだねでこの間さ友達でさ一人まあ花粉症じゃなくて鼻炎慢性鼻炎持ってる子がいてで一緒にザラに買い物行ったのザラ入った瞬間にくしゃみ止まなくなってその子が「なんで?」大丈夫って言ってたらその子その人 サングラスかけてたんだけど取ったらね目の周りがマジ殴られたみたいになっちゃってて、えー、それまでマジ何ともなかったんだよだからさなんかさ花粉症とかだけじゃないさ特殊なウイルスみたいなの飛んでんだろうねなんだろう,もうそこまでいくとアレルギーなんじゃねえねそうだよねだからびっくりして私もえっと思ってこんなに変わるんだみたいな、えー、でもなんかこう市販のその時も2,000円2,000円しないぐらいかな1,500円ぐらいの高めの目薬で治ってた ああそうだね。うん、やっぱ目薬大事だね。そう、うん、意外とねあの市販の薬は強いらしいからね。そうね。まあ一応病院に行くのが一番ですけどねそんな感じでみんなしのいでますんで本当本当早くかふん薬をもらったけどだね。<laughs> <laughs> まあもう多分 <laughs> まあもう大丈夫かなと思うんだけどねプロちゃんさんもちょっと楽しく過ごしてくださいこれからははい,はいじゃあ続いていきたいと思いますラジオネーム石本勝之助さん からです。おおすごいね。えー、ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。え僕は高校生なのですがライブにも行きたいと思っています。えー、高校生が一人行ったら恥ずかしいですかね。えファンの方の年齢層を教えてほしいです。答えてくれたら幸いです。ということです。ありがとうございます。えー、全然。え全然大丈夫だよ。うん、全然来てほしい。高校生いるよね。人で来てる人高校生いるいる。この人は男性の方かな。かな。 女の子も来てるし全全然全然そうなんかさでも気持ちは分かるななんかさ、うん、なんだろういつものメンバーのファンの人とかができて自分がさ入っちゃいけないんじゃないかってさ多分思っちゃったりとかさあとはなんだろう友達となんか共有できないじゃあなん何か一人でファンだとそうだよねそうそうそう。だけど なんかみんな仲間になってる感じしない、こっちから見てると。そうそうそう、なんか新参物みたいな感じに思うかもしれないけど、全然なんかぶっぱの時とも話しかけてほしいし、ね。全然なんか、しかもファンの人はみんな超いい人だから。うん、全然大丈夫だと思います。だ全然大丈夫、大丈夫。そうそうそう。うん、なんかでも最近になって。 新しくさオカマリンとかも来てくれる人もいるよね。ね、ねなんかね最近。そう,そうそうそういう人もなんか全然もう馴染んでるし。そうそうそう,そう最初は確かにね緊張するかもな。緊張するけど。全然大丈夫だったらとけ構。どうなんだろうね。へえー。でもマジで幅広くて。幅広いから。五十代ぐらいはいるのかな。いると思うよ。五十代ぐらいもいるか下手したらね。いるるるる 来てくださってるんで、まあなんか楽しみ方は本当人それぞれだから、うこうなんだろう、結構体動かしてるガッツな人もいれば、こう静かに聴いてる人もいるしね。うんうん、そうだね。うん。高校生ならまあぜひ激しめにさせてもらっても全然いいし。<laughs> 確かに確かに全然。<laughs> そうそう、結構だって次の日足つったとか言ってる人もいるしね。<laughs> いややってほしいよ、ぜひぜひ来てください。ぜひぜひ、うん、お待ちしてます。 じゃあ続いていきたいと思います、えー、ラジオネームみゆぽんさんからいただきましたラベンダーの皆さんこんばんはこんばんは最近ラブオンのエンディングでビンゴなど懐かしい曲が流れていますが皆さんが今までで一番印象に残っているツアーは何ですか、えー、急激にダンス増えて辛かったみたいなぶっちゃけエピソードやあの衣装お気に入りだったななどあれば教えてください、えー、ちなみに私は2014年15年に行われたあなたの心をいただきますあなたのハートをいただきますのオープニングのエ <laughs> 演出が好きでしたえ懐中電灯を持って黒マントで出てくるやつです、えー、また近々 <laughs> ラベンダーでライブツアーやってほしいですこれからも応援していますということですありがとうございます <laughs> 懐かしいそうだねなんかライト持ってやったね <laughs> やったねなんかでもあれ眩しいって苦情をたんじゃないかったっけ <laughs> えそうなのそう苦情をたらしいよ眩しい結構ファンの人に当てる感じだったじゃん,んなんかね当たっちゃってたからね受ける懐かしいなだってここ全部書いてあるよ <laughs> 過去のライブツアー、2013年のファーストライブツアーこれが最初なんだ2013年今2018年5年前すごいよでも今までさ結構さなんだろうディッセンバーとかさスプリンターとかさ最後に R がねつく感じの昔はそうそうメジャーパワーリスタートは R が最初についてるのかっていうやつにしてきたんですけどどうどれが どどれがどれががわかるっていうかもうえー、なんかもうさ覚えてるええもうなんかもうねこのバージョン2とかってもうこ,こ,こ,こういうなんかこう微妙な立ち位置のやつ覚えてないと思うあ第2第2回ツアーみたいなやつねそう,そうそうそう,そうあでもパワーとかはメジャーとかはそうだねパワーとか覚えてるか最近のツアーは覚えてるかな最近はやっぱ覚えてるビタスイってやったやつも覚えてるかもあー覚えてるね楽しかったね なんか懐かしいわしいディセンバー以前は全然覚えてないディセンバーは、ね、覚えてるえ白黒の衣装で田中さんがここにでっかいハートのさやばい全然覚えてないけどフワフワハートつけてた冬冬衣装全然覚えてないマジでディセンバーだけ覚えてるわ、えー、マリーはね白い衣装だったと思うな白ハンピースみたいなそう、えー、どれだどれが思い出深い思い出深いのはね、うん

がなんだろうすごい強い感じじゃなくなってきたじゃんまあ確かにねなんかこう動機結構入れたりとかさーパーティー感っていうかねが出たのかな何でしょうねょう何が一番よかったかな私はえー、でもどのツアーもまあそれぞれ良さがあるけど <laughs> うーんでもゆきちゃんとやった最後のツアーとか楽しかったけどねそれがメジャーかかな え、いや、うん、パ、パワーまでいなかったっけ。あ、パワーまでいたか。うん、そうだ、パワーそう、が楽しかったかな。なんか、うん。すごい、一番、ゆきちゃん最後のライブの。ダブルアンコールがめっちゃ思い出深い。うん、ああ、育児の時。そういう話もなんか、二回やった時が。すごい、楽しかったし、うん、なんか一番。結束感を感じた感じ。うん っていうのかななんかうん、うん、みんなでやってますみたいなファンの人も含めて <laughs> そう、ね、っていうのがあったかな懐かしいわだねうん <laughs> <laughs> 何そのテンション低いの <laughs> どうした話盛り上がらないぞえー、マジ本当覚えてなさすぎてどうしようああと思ってうんまあそうだねうでもまあいろいろ思い出には残ってますんで <laughs> 断片的に <laughs> <laughs> はいありがとうございます。 続いては、ラベンダーーイラベンダメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなどの舞台裏やプライベートをトークしますということですがえ本日、まあ、リーダーの田中さんがね舞台稽古中ということで、えー、2人でお送りしていいいきたいと思いますえ。そして今週の担当は私岡田まりなです。ということで、うん、まあなんかね何だろうなこれって。 っていう感じのテーマをつけるなら、<laughs> な,ん <laughs> なんだよ、なんだよ。またアベンジャーズの話しちゃうわけ。アベンジャーズ？だってさ、昨日公開だよ。四<え>月二十七日にアベンジャーズのインフィニティウォーが公開されました。ありがとうございます。何のインフィニティウォーって知らないの？知らない。バカだー。バカって言われた。 <laughs> ダメだな <laughs> アベンジャーズさあのー、アベンジャーズっていうのは何だろうアメコミとかのヒーローがみんな集結してもオールスターの映画なわけよ。うん、それは知ってるあそう、うん、それが、まあ、今まで 3, 3作日本では出ててでそれの最新作が「アベンジャーインフィニティオ、ね、おー」が4月27に公開したの。4月27そう ただまだ私は見に行ってなくて、うん、でも明後日見に行くんだけどさ<ー>分かんない、でもまだ分かんないけどさ <laughs> じゃあちょっとあのキャラを紹介しちゃおうかな <laughs> キャラを紹介するのキャラを紹介していいあのね、まあなんだろうな、アベンジャーズ結局でも各さ、そのキャラによって映画が出てるんだよ もちろん、うん、知って例えば知ってキャプテンアメリカだったらキャプテンアメリカの映画、うん、アヤアマノとアヤアマノの映画っていう、うん、なんかその映画一つ一つをちょっと話すと長くなっちゃうんだけど<ー>まあこのキャラがどんなキャラかっていうのを、まあ、ざっくりね紹介したいと思います、はい、まあ私はえー、っと押すのはいやこれ迷うなちょっと30分ぐらい考えていいえっ、ー、<laughs> マジ迷うんだけどでも一押しキャラはブラックウィドウです ブラックウィドウ,ブラックウィドウこれはねあのねブラックウィドウだけの映画っていうのは、まあ、今ないんだけどなんだっけ黒の未亡人って意味あそうなのじゃないの未亡人なのかなブラックウィドウってウィドウって未亡人って意味じゃないっけでもねすごいセクシー <laughs> セクシーすごいセクシーあのー、スカーレット・ヨハンソンって知らないかな見たら分かると思うんだけど、えー、どんな人あのねこの女優さんはほんとセクシーなのおー なんかそれで結構世界でも人気みたいなんだけど絶対ちょっっと待てて今見せてあげるこの人がね本当にねどれだろちょっと知ってるかなあの人気のあなんだろうなんか有名な映画だとルーシーとかに出てるルーシーなんか見たことあるかも顔わかるかなこの人でもこの顔だとわかるかな わかんない。わかんないな。わかんないか。まあアクションがね。とにかくすごいんですよ。この人はえっとブラックウィドウは元々はその悪の世界というか、この殺し屋っていうのかな？殺し屋そっち系で働いてたんだけど、<ー>今はあのなんだろう国家を守る組織シールドっていう組織に入ってるの？ま、これは警察とかと。うん、そのまあ。 連携してそのヒーローロたでまあその強い人とか普通にブラックビードも強い人だから入って世界を守ってるんだけどこの人はね普通の成人男性が一人を倒してる間に30人ぐらい倒しちゃう。マジ超超強強いいのやばいじゃん。そしてなんかこう見た目がセクシーですごい綺麗だから結構男を惑わせる。なるほどねでもそれが あの国この人を何だろうなんかさ、まあ、自分のことを好きにさせといて何かの時に自分が言ったら聞いてくれるみたいなあ<ー>そう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 、ね、そういうためにちょっと使われてたりもするんだよね女の武器ね女の武器としても使われてるんだけど<ー>この人のスカッとするね強さはね半端ないんで<ー>注目ですねほ<う>、まあ、この人は基本的にはアイアンマンに、まあ、出てますかね アイアンマンに出てんのアイアン,ンアイアンマンにも出てますね、あのー、そのアイアンマン本人,本人の秘書っていうかなんだろう会社で働いてるえ？アイアンマンって会社に働いてんのアイアンマンって社長なのえ社長なのそうもともとは戦争をするための武器を作ってたさ会社の社長ほ<ー>でもその武器が例えばなんだろう 守るために自分の国を守るために作ってたのに、うん、そのテロリストとかによって武器として、まあ、人を殺すために使われてるってことにある日気付くわけ、うん、それでもうこの武器を作るのはやめますって言うんでアイアンスーツを作ったのあ<ー>まあそれはちょっと自分が閉じ込められて出なきゃいけないとかもあったんだけどアイアンスーツで世界を守ろうと思って作ったわけ<ー>でそのだから武器とかを搭載してるの昔自分たち自分で考えただからもうこの人はめっちゃ強い。ア<ー>アインンマンから始まったんだけどね なるほどね。そう。あとね、注目してほしいのはね、この私が好きだなのはあとマイティーソーですね。マイティーソーは<う>あの雷の神様なのよ。雷？そう。ゼウス的な。ちょっとゼウスがわからないんだけど。雷を操れる神様で、うん、まあこの人は日本あ違う地,地球にいないです。地球にいないの？そう。 何何のの国に何の星にいるんだ別次元なの<ー>9つの星があるんだけどドラゴンボールみたいなにはあまあでもそんな感じなんだよね<ー>だからどんどん敵敵じゃないけど一回戦った人も味方になったりとかもあるしる、ね、この人はねかっこいいよかっこいいの,かっ,いいあのかっこいいんだよねざっくり言うと、うん、なんだろう弟は弟も。 まあ超能力者というか弟は分身ができるんだよね分身そうあーもう難しいな、これ説明するの難しい、<laughs> でもここは、マイティーソーはそのソー自体は筋肉マッチョの王様でおーであの、雷神なんだけど雷神そう雷神なんだけど、うん、弟も弟で超能力者なのでもここは兄弟で弟が兄への嫉妬でこう2人で喧嘩したりとか戦ったりとかがすごい なんかあれかオリンポスみたいな感じなんかオリンポスがちょっとわかんないあの、神話神話あそう神話あそういうこと神話の中から作られてるからそうこの二人は戦いつつもまあ結局はなんか結束して倒したりとかするんだけどまあそのマイティーソーシリーズはそういうとこが見どころだったりするかあこの人も主要人物ですねなるほどあとは結構かの有名なスパイダーマンとかスパイダーマンはそそうう、スパイダーマンもまあね るしあとはな有名どころでいたハルクとか分かるあっハルク知ってる見た。そう研究者がその自分でなんだろう人体改造みたいなのを研究してて結局放射能を浴びちゃってまあ怒りが抑えられないとハルクっていう怪物に変身しちゃうんですよそうこのハルクもアベンジャーズの一員なんだよね今は。ハハルルククは見た映画あ本当そうもねね面面面白白白いいいよ そうあとはて、まあ、たらキャプテンアメリカかなあーなあんか知ってるそれはそうこの人も実はもともとは細くてでも軍隊に入りたかったの<い>どうしてもでも自分だけついていけないってなってで人間を改造しますみたいな企画に自分で立候補して筋力とかをその普通の人の3倍かな、えー、なんかにしてだから治るのも早いの。 中も早いし、筋力筋肉量もすごい多い。改造人間みたいな感じ。そう。まあ、結局そうなんだよね。<ー>ただ、まあ、その後、アイベンジャーズって結構改造人間とかもどんどん増えていくから。この人はまだ序の口の。 改造人間っていう感じか序 <laughs> の口 <laughs> ただ誰よりも正義感がすごいのあ<ー>そう人を守ろうっていうなんか自分犠牲にしても全然大丈夫な人で<ー>この人はね生き方がかっこいいですねそうなんだまあ,あのこれ本当はね全部見てほしいんだよ、ね、<laughs> できればね <laughs> できればねそう私はまあ全部見ました 今回あとアントマンとかさアントマンなんか知ってるちっちゃいやつでしょそうそう,そう,そうアントマンは本当もうミクロサイズのヒーローで、うん、だからそのなんだろう <laughs> 人の 中に入ったりとか例えば人っていうか怪物の中に入ったりとかして殺したりとか倒したりとかあ,、えー、あとはな機械でできてるさそのサイボーグとかと戦う時は中に入ってこう線を抜いちゃったりとかして<ー>そ,うそ,うその機能を停止させるとかなんんかか番怖いいももねねそうでも強いんだよそう案外強くて、うん、この,あの続編も6月に決まってるんで、えー、是非まだ見てない方アントマンだけでも見てほしいなと。いいねどうよ いやアベンジャーズ見る気になったどうなんだろうアントマンさ、うん、潰されたら終わりだよねそうなんだよね <うん S 2> <laughs> 潰されたとこ見たことないのただ実はあでもこれ喋っちゃうとな「シビルウォー」これから見る人にちょっと失礼だからなあ「そうなのシビルウォー」っていう、あのー、アベンジャーズシリーズの映画の中で、うん、アントマンの「小さくなる」以外のちょっと能力を発揮するんだよね、うん、なんだそれ逆にでかくなるとかなんだその顔 <laughs> 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 それは私も口からは言えないんだよな。なんアントマはね、ちょっといろいろできるからね。あの今回アベンジャーズをまあ見るにあたって皆さんももう一度見返していただきたいなと。気になるなぁ。はい、思います。えー、こん今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい。えー、番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは l o v アットマーク r k b r ドット j p。ファックスは福岡零九二八四四八八四四です。 はいということで本日も「懐かしの武器を流しておりますけれどもこれはマジでファーストツアーだよね。ねねすごく懐かしい。すごい懐かしいですよ。まだまだねちょっとなんか昔の曲とかも流していきたいなと、ね、思ってますので是非 <laughs> 感想とかもあったら、えー、ください。はいということで、えー、お相手は岡田まりなと宮沢まりんでした。また来週バイバーイ,バイ,バーイ